談をね、その妊娠してる時に、はい、その自分も受けに行ったわけよ。インストラクターの学校行ってたわけだし、資格持ってるから当然ニコニコ大きくするよね。ニカ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 できる生徒。そしたら終わった途端に先生に勧誘されたの。ただあなたってね、普通じゃないよねって言われて、普通じゃないよね。普通じゃないよね。普通じゃないよね。これはそうだよね。一緒にやろうって言われて、また今度はマタニティの養成学校授業、ちゃんとお勉強して偉いわ、うん、でそのね同じ年に深村マタニティビクススタジオ開設されました、はい、スタジオが建てられるスタジオが建てられました。もう産後の体をなんとかしたいなとか思って、ああ、そうですね、したい場所を探したら失礼にも小田急線沿いにないないじゃんって。で、あのうちの近くに託児付きっていうフィットネスのクラスがあったの。便利。そう、そう思って連れてったの。でウキウキして連れてったら、そんな小さい子は預かれませんって言われて、それ、生後まだ何ヶ月 ?3 ヶ月とかだったから小さっだから、と思って、じゃあ自分で見てくれるなら受けていいですよって言われて、自分のそばに置いて、それで運動したの。途中でおむつ替えながら。しかもそういう時に限って、ポーするのよ。大きいもんね。タイミングよね。タイミングね。ベビーたちのさ、タイミングよね。ね、あるあるだと思わない？出ようと思ったら、ポーとか。そう時間がない時とかにするのよ ね, ね可愛いんだけど、ね、うん、変えながら、はい、終わったっつってまたするのできるじゃん。こじついてなくてもできるよ、うん、あだから自分家の近くに着くよ。スーパー安易な考え。でも近いとね、やっぱ子供連れて何かそのレッスン受けに行こうとか、子供連れてどっかに行こうはやっぱ遠出が難しいから、うん、この時期だと特に近くにないとこうやっぱ通えないんですよね。そうそうそう、だからこうもう自分で行くでしょ。何より自分が一番通いやすいからすごいね、産後そんなに動きたくて仕方なかったんですね。うん、そうねショックだったよ。ここ伸びるんだもん。あ、お腹の皮ね。そうそう、産後の皆さん分かりますよね。ね、お腹ぺったんこになったね、生まれたから。でも伸びる。そうよね、悩みは尽きないですよね、産後の体の。で、まあ、マタニティミックスもやって、マタニティヨガね、もちろんそのフィットネス、うん、しっかりピラティスまで。そうそう、それいっぺんにやったわけじゃないのよ。本当にこれも一個一個あの増やしていったんですか、自分の知識とその資格を。そうそうそう、マタニティヨガとかはもうだん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 その後、ベビーマッサージもとか。あ、そうだ、ベビーマッサージもそうだ、うん、されてますよね。で、ピラティスももう全然違う団体、うん、私の周りなんかすごいピラティスの資格を取る人がすごい増えてるんですけど、うん、ヨガと似てるけどちょっと違いますよね。そうね、やっぱり軸を作るにはすごく、芯と軸を作るにはいいって言ってる、もともとはそうなんだけど、でもね、やっぱりね、やってるともっと欲張っちゃうんだね。もっと欲張っちゃうから、ついでに二の腕のプルプル取りたいとか、お腹へこましたいとか、くびれ作りたいとか、ね、どんどんやりたいこと増えるから、うん、それで増えちゃったんですね。そう、素晴らしいですけどね、うん、先生本当に一つ一つたくさんの資格を勉強されて、うん、でそのスタジオもやっていく中で、次第2子の娘さんのシスターもね経験されたんですよね、はい、娘がそれでね、予定日よりねだいぶ早く生まれたのよ。3週間ぐらい早く。あ、早いですね、うん、そうだから実質娘が生まれる 1,2 週間ぐらいまで自分でレッスン担当してたの。そっかそっかそっか、まだ1ヶ月後でしょって思ってたからこうやってたんだ、うん、そうそうそう直前、まあ、臨月ぐらいまで運動できるというかこうできてたんですよ。お仕事を続けれてたってことですよね。そうそうそう、できます、はい、やっぱ適度な運動っていう面ではすごい、そっちでも健康面でもいいってことですよね、うん、私のインスタとか見てもらったら大きいお腹でね、先生と一緒に撮ってる写真とかありますけど、そういうお腹のサイズでもう通ってたので、うんうん、まあ、もちろんお医者様とご相談しながら楽しくね、運動するっていうのはね、はい、まあ、心も楽しくなりますからね、うん、そうそうそう、いいですよねもちろんスタジオも続けながら、あら、あ、なんか、何これ、
子供の習い事の空手、空手に付き添ってるうちに自分も始めてしまい、うん、3段を取得して空手も指導してるんですか。忙しいね。そうだ、うん、なんか私あの通ってた時に空手のチラシも入ってましたよ。そうだそう、そう子供のね習い事連れてったのよ。で長男がやってて、そのうちちょうど次の子もやってて、でいつもねこうトイレから出てくると紐結んであげてたんだけど、だんだんお母さんの手が必要なくなってきたから、あれあれと思って、じゃあ私もやろう。なんでなんですか、おかんやるんですか。 ねおかん何でもやりたがりだからね。アクティブですよね。だから本当に運動してる方ってね、うん、現在は中村フィットネススタジオに改名し開設してもう20周年も過ぎ、ね、これみんなにね作ってもらったんです。わあ素敵な生徒さん、ね、20周年記念ちゃんとデザインブルーとかしてくださって嬉しいです。素敵なママたちが多いですから、うん、先生のところもう23年と7ヶ月って書いてある。そうか、そんなになっちゃったね。はい、合ってますこれ、うん、合ってると思う。23年、すごいすごい執念ですよね、うん。アーティストだったら誰？すごいことよ、20周年ってアーティストで。なんか昔からね、物事やめないタイプなのよ。それだけ長く続けられるって大変なね、こともあったとは思うんですけど、やっぱ通ってて、思ったのは、本当に行きたくなるんですよ。一回行ったらわかると思うんですけど、本当にね、明るくてニコニコしたいいオーラを放ってて、ね、ベビー連れでも、情緒が不安定でも、なんか受け止めてくれる、受け入れてくれるっていう空間を、みんな欲するんでしょうね、多分。年齢も年齢だから、なんとなくこう、いつの間にか目指してるものが、実家。あのスタジオ実家です。あ、実家帰ってくるみたいな。そういう感じのところにしたいなと思ってるから。それでああいうアットホームな感じなんだ。すごい嬉しかったのが、小学校1年になったお子さんが泣きながらスタジオ来てくれて、どうしたの？お母さんがいなくなったんだよつって泣いてたのよ。どうしたの？お母さんの言い分としては、その子がいなくなったわけなんだけど。でもね、ママいな道ではぐれていなくなって、スタジオ来てくれるっていうのがすごい嬉しかったのよ。ここ来ればママに会えるかもしれないと思ったのよね。嬉しかった。でそこでママたちもパーッと動いてくれるの。へえ、ね、なんとかちゃんの子だってね、探せとか電話しろとかってみんなパーッと動いてくれるから、うわすごいなみんな、すごいチームプレイ。と思ってそれも感動しちゃったな。いやでもそういう場所とかコミュニティを作ったのは先生ですからね。うん、みんな大好き。周年パーティーの時だったかな、私もパーティー行ったんですけど、私はちょっと通い始めだったのであれですけど、長年通われてる生徒さんがなんかね、表彰状みたいなのをね、渡してらして、嬉しい。踏み込まれてる生徒さんとかを見て、いい場所を作ってる、そしてなんか未来もというかね、教えをするっていうことをまだレギュラー化してないんですね、自分も。もちろんダンサーで教えようと思ったらいつでも教えられるとは思うんですけど、なんかいろんな夢がまだあって、まあ、プレイヤーとしてもこういうステージに立ちたいとか、こういろんな夢がある中でいつかはインストラクターになりたいっていう夢もあるんですけど、それをやっぱね、中村先生 の背中を見た時に、あ、なんかこういう未来もあるんだなと。生徒さんも、まあ、もちろんレッスン中の先生の姿とかもなんかすごいキラキラ見えて、もう毎週通いたくなるし居心地が良かったので、あ、自分の夢の引き出しができて今ちょっと置いてるんですけど、いやもうそんなのもうさやかさんがやったらもうめっちゃ楽しいと思うし、ちょっとバーバの年齢だけど来ていいですかみたいな。来るかい。やっぱり行くよ、行く行く。どんな気おかん来るのよ。絶対行きたいってみんな。みんな待ってると思うよきっと。踊りたいママ絶対多いよね。